が停滞していると。これ自分でそう思うんです。梅田さんから見てもそうじゃないでしょうか、うん、そうですね、やっぱそうですね。その停滞しているっていうか、停滞している原因は自分でも分かっているんですよね。分かってるっていうか、言われたことを実施できてないからかなと思います。その、もうずっとこのままなんじゃないかなと思ったり。停滞しているのはなぜだと思います？その言われたことを実践ができてないからと思います。言われたことが実践できてないから。それは違います。違うの？はい。言われたことが実践できてなくても停滞しないこともあるってことですか？その言われたことが実践できるかできないかっていうのは、諸行往生についてのことなんです。わかります？諸行っていうのはいわゆる修行っていうことです、うん、修行によって往生していくっていうのが諸行往生っていうことです。それは十九願をするっていう。そう、十九願をするっていうことですね。で、それをやっていくと教えられたことがだんだん実践できなくなっていくわけです。じゃ、今までは諸行往生しようと思って頑張って。そう、諸行往生、つまり教えられたことを実践しようと思ってやっていたってことです。だけど教えられたことがなかなか実践できないから、だから停滞してるわけじゃないんです。浄土真宗は諸行往生じゃなくて何往生？そう、念仏往生なんです。ね、念仏っていうのは教えられたことをね、その心で念ずることなんです。教えられたことを心で念ずる。そう、教えられたことを心で念ずることなんです。で、そしたら私最近やりなさいって言われたのは、まあ、もうちょっとちゃんと人を見なさいとか自分を見なさいとか、そういうこと。そう、でも人を見なさいとか自分を見なさいっていうのは修行なんですね。で、それ教えられたことですよね。教えられたこと。そうそうそう、教えられたことを実践できないのはどうして？かな、うん、実践できないなって思うけど、なんでか。なんで実践できない？教えられたことが実践できないのはどうして？だってその難しいです。そのね、本当にずっと前、その正義とかだったらできるじゃないですか、うん、でも心のことってなってくると難しいなと思って、うんうん、
掃除するとかね、例えば上田さんから毎日掃除しなさいってもし言われたら、はい、それはできると思うけど、うん、そのなんかこうよく見ていきなさいとか言われるとね、はい、難しいです。具体的なことじゃないでしょう。うん、具体的なことじゃなかったらどう、そのそれは教えられたことが実践できないんじゃなくて、どうしたら、どう実践したらいいかがわからないってことです。はいね、つまり人を見るとか自分を見るっていうことを教えてもらったけど、ね、人を見るとか自分を見るっていうのを教えてもらったけど、人を見るっていうのはどういうことかがわからないってことです。わからなかったでした。わからなかったらどうしたらいい。念仏王座、そう、聞けばいいんです。人を見るって、うん、具体的にはその会う人全部？人を見るっていうのはですね、私たちは青色の眼鏡をかければ世界が青色に見えるんです。赤色の眼鏡をかければ世界は赤色に見えるんです。その人は変われど私は世界をどう見ているのかっていうことを見るってことなんです。人を見るだけじゃなくって、その人を通して自分が世界をどう見ているかを見なさい。そうそう、人を見ることだから、例えばね、人が変われど悪人に対しては同じことを思ってるってことなんです。例えばね、相手が悪いことをしていたら意地悪でそうしてるっていうふうに見えるとか、わざとそういうことをしているっていうふうに見えるとか、それが自分の見方って。そう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 。で、相手がなぜそのようにするのかっていうことは本当はわからないじゃないですか。わからないけど、でも私の中でこの人はこういうふうにしているっていうふうに決めつけている心があるんです。その決めつけているものは人が変われど同じように決めつけてるんです。自分が世界をどう見てるかを気づきなさいっていうこと。そう、自分が世界をどう見ているのか、つまり結局人を見てるんじゃなくて、私たちは有意識ですからね、自分を見てるんです。だから世界を通して自分を見なければならないんです。だから相手をよく見なさいっていうのは、相手をよく見たら何がわかるんですか。それ有意識がわかる。相手をよく見たら自分がこの人はこう思ってるって思ってることが自分の決めつけだってわかるんです、うん、自分の心をまっさらにしてね、相手を見た時に相手は本当はどう見てるのか、ね、その本当はどう思ってるかっていうことは本当によく見ないと分かんないじゃないですか。だけど私たちは人のことをこの人はこう思ってるっていうふうに決めつけてるんです。その決めつけている私の見方に気づいてくださいっていうことなんです。だから世界を通して相手がそう思ってる、そう思ってるっていうふうに見えた時に、今度自分はもし自分が相手の立場だった時に相手に対して
同じことを思ってるっていうことに気づくはずですっていうことなんです。だから自分はどう思ってるかっていうのは、人を見た時にね、人はこう思ってるんじゃないか、ああ思ってるんじゃないかっていうふうに思ってることと同じことを私も相手に対して思ってるんです。その自分が思っていることが世界を通して見えているんだっていうことに気づくことを仏の悟りっていうんです。結局私が思ってることが私の世界に映ってるんだ。これが分かることが、分かるってのは本当に分かるってことね。ああ結局世界が問題じゃなくて私の心が問題なんだっていうことに気づくことが、これがその自分、いわゆる自分の心が変われば世界が変わるっていうことに気づくことでもあるわけです。私たちはその相手が問題で苦しんでると思ってるんですよ。相手がこんなことをするから私は嫌な思いをしてるんだと思ってるんです。でも相手がね、どう反応したかじゃなくて、結局相手が嫌なことをしてきたとしても私が問題にしてるのはその嫌なことじゃないんです、どんな気持ちで私に対してやってきたかを問題にしてるんです、何の悪気もなくやってきたならばなんか許せてしまうんですよ。そういうことやっても、あ、悪気はなかったんだなと。でも私が嫌な気持ちになるときは必ず相手はわざとやっている、私が例えば嫌な人間だからとか悪い人間だからやっているっていうふうに思い込んでるんです。でも本当は相手はどんな気持ちで私に対してやってきてるか分かんないじゃないですか。それを相手がね、相手の姿を通して見ていくってことです。ああ、本当は分からない。でも私はそう決めつけている。それは相手を通して自分ならばどう思うかっていうふうに見てるってことなんです。だから自分ならばってことは自分を見てるってことなんですよ。自分がもしやらないけどね、相手のようなことをやるときはどんな気持ちでやるかっていうふうに思ってるんです。例えば嫌なことをやってきたら、自分が嫌なことを、人に嫌なことをやるときは絶対悪気があるわけですよ。だから嫌なことをやってきてるのは悪気があるからなんだっていうふうに思って、その悪気のあるところが嫌な気持ちになるわけです。だけどその悪気って思ってるものが私の思い込みかもしれないわけです。本当のところはわからない。でもそれを例えば人のことをよく見ていったときに、人のことをよく見るっていうのはまんべんなくいろんな人を見ていったときに、だいたい同じように見てるっていうことに気づくんです。見ていったら、人のことを見ていったら、だからこの人一人を見るんじゃなくて、もっとこう広く浅く見るってことです。そうすると
嫌なことをしてくる相手に対しては同じように見てる自分に気づくはずですってことなんです、うん、私が寂しいですって言った時によく見なさいって言われたこともあると思うんですけど、はい、それをやっていくと自分がどういう見方をするしているかが分かって、うん、それが寂しさの軽減とはなんかつながらないように。それは寂しいのはなぜかっていうと自分が感じられないからなんです。でも自分はこういうふうに見る人間だっていうことが分かったら、あ、これが自分だなってなって自分を感じられるので落ち着くんです。あの今の内容もなんですけど、結局聞いたことをもっとこれはどういうことなんですかっていう分からないのに聞かないといけないという姿勢が足りなかったんだな。そう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 、自分の中で実践してみた見ようとした時にはてどういうことなんだろうってなるわけですよ。なんていうね、そうだから僕が話をする、それを理解して考えて、で、あ、どういうことなんだって話すまで僕がまあちょっと待ってなかったっていうこともあると思うんですね。だから説法っていうのは一方的に話をするのが説法じゃなくて、話をしたことを相手が理解して落とし込んで、あ、じゃあこういうことなんですかって返してくるまで待たないといけないと思うんですね。そしたらちょっとはなんか変わるというか、うん、もうだって停滞っていうのはもう2年とか1年とか2年とかそんな感じだと思うんですね。ここ数ヶ月の話じゃなくないので、はい、うん、はい、わかりました。でも停滞してる一番の原因は、うんうん、その仏法を聞くときに都合の悪いものをこう避けてるんですよ。都合の、私にとって都合が悪いって何ですか？自分でも分かるような分からない。自分にとって都合の悪いっていうことはね、自分にとって都合の悪いっていうことは、例えば自分が変わらないといけないとか、そう、つまり自分の根本的なところを変えないといけない。あ、それが嫌っていうことですか？そう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 、だからなんか今の自分のまま変わっていきたいっていうか今の自分のままプラスアルファ知識をこう得ていきたいっていう、そう思っているんですか？だから仏法っていうのは自分が切られていくじゃないですか、ちゃんと聞くと。そう言わはるけど、まあちょっとあんまり分かってないけど、そうですね、うん、刺されたね。そうで、刺されていくっていう体験で変わっていけるわけですよ。だけどその表面だけ聞いてるだけだったら刺さらないでしょ。表面だけ聞いてる状態だってことですか今ずっと？そう、表面的に聞いてるつまり例えば聞かれたことに対してね、うん、自分が実践してみようと思ってないわけだから聞いて全く思ってないわけじゃないけど、その聞いて何を実践していくかっていうことをイメージして、で自分がやっていこうとした時に、あれこれはどうなんだろうか、あれはどうなんだろうかっていうところまでイメージができてないってことなんです。うん、
だから教えられたことを言葉で理解した程度なんです。そう、それでいいと思ってたっていうか、うん、だけどそうじゃなくて、教えられたことをじゃあこれは自分に引き当ててやってみようってなって、聞いてる最中にやってみようとなった時に、うん、あれこれどういうことなんだろうか。だからやっぱりね、諸行助になってるんですよ。諸行助ってとにかくやらなくちゃやらなくちゃなわけ、うん、そのやらなくちゃやらなくちゃって思うとなんかちょっとでもやる気がありそうだけど、なんかこうできないわっていう感じです。そう、やらなくちゃ。念仏往生っていうのはね、正しく理解するってことなんです。うん、正しく理解して、そしたら自然と行動が変わるっていうのが念仏往生なんです。うん、ね、少年はすなわち称号なりっていうのが浄土門類辞書にあるわけですよ。はい、少年っていうのは正しく念じたならば、仏教の教えを正し聞いて正しく念じたならば、それはそのまま正しく行うことにもなるんだってことなんです。だから一生懸命行動しないとっていうのは、正しく念じてもないのに行動に移さないとと思ってる。でも仏教は念仏往生、浄土真宗は念仏往生の教えだから、正しく理解すれば正しく行動することができるっていうことなんです。じゃあ正しく理解というか、ちゃんと見るときは、はい、人がこういうふうに見えたけれども、うん、それは自分の見方なんだっていうことに気づけるようにする。はい、なんかちょっと上手に言えない。そうなんですね、わかりました。はい、はい、ちゃんと見ようと思います。上田さん、私いくつか用意したんでよろしいですか？今日一人なんで。ちょっと一旦。はい、いいですよ。はい。